皆さんはサッカーというスポーツをご存知ですか？友達の少ない僕には非常に参入障壁の高いスポーツと言えます。どうも、ドクター・アインシュタインの助手のビボです。今日は大人気サッカー漫画、キャプテン翼がプレイトゥアーンのゲームになるということで、今回は10月18日に公式サイトと SNS がオープンしたばかりのキャプテン翼リバイバルについて紹介したいと思います。日本を代表する漫画をテーマにしているため、既存のファンも多く、今後期待が持てるプロジェクトです。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では、本編に入る前に一つ、大切なお話があります。仮想通貨で結果を出すには、情報の鮮度が命です。今後はこのような熱い案件をお届けする際に、動画ですとどうしてもラグが発生してしまいますので、最新の情報をいち早く受け取りたい方は、動画概要欄のドクター・アインシュタイン公式 LINE に必ずご登録ください。また公式 LINE では仮想通貨の抽選企画や NFT のミント券の抽選企画などドクター・アインシュタインだからできる特別な企画をさまざま配信していきます。完全無料参加するだけで価値がありますので必ず LINE 登録をお願いします。この瞬間が一気にあなたの収益を築き上げるターニングポイントとなってきます。それでは本編に移っていきましょう。キャプテン翼リバイバルは世界中で大人気のサッカー漫画キャプテン翼に登場するキャラクターたちを育成してライバルたちと対戦させるブロックチェーンゲームです。大々的に動き出したのは10月18日なんですけど、リリースは2022年内を予定しています。リリースまでが結構早い感じですね。本題の前に一応原作のお話もすると、キャプテン翼は1981年から集英社週刊少年ジャンプで連載がスタートしたサッカー漫画です。まだ J リーグの発足もされていない1983年にアニメ放映も始まってサッカーブームの火付け役になりました。現在も続編が発表されていて、日本国内での単行本文庫本の累計発行部数が計8000万部を突破、海外では20カ国以上で翻訳されていて、アニメはなんと世界50カ国以上でテレビ放送されている世界的人気漫画となっています。先日 Web3.0 界隈でもサンドボックスでのキャプテン翼ランドというメタバース制作が進んでいたり話題になっていました。キャプテン翼リバイバルは原作が有名だから話題になっているということもあるんですけど、 SNS 上では強力な投資家でも注目を集めています。現在公表されている出資会社はアニモカブランズとイェールドギルドです。アモニカブランズはサンドボックスの開発運営も手掛ける超大手ゲーム会社、イェールドギルドはブロックチェーンゲームプレイヤーが集まるゲームギルド集団です。どちらも有名大人気プロジェクトに携わってて、そこが出資したとなれば非常に期待できるプロジェクトということになるんですよね。では本題のゲームについて特徴を見ていきたいと思います。まずゲームの内容ですが、原作に登場するライバルたちとの戦いが楽しめる PVE のライバルモードとユーザー同士で対戦できる PVP モードがあります。基本3ターンのコマンドバトルとなっていて、勝てば報酬がゲットできるんですけど、ライバルピースがメイン報酬になります。このライバルピースはライバルカードといえ抽選参加券のようなものを6分割にしたかけらです。ライバルピースを集めることで抽選に参加したり特別な報酬を手に入れることができるんですね。またライバルモードでは宝箱というボールがドロップしたりします。宝箱には5つのレアリティがあって、中から何がドロップされるかは不明ですが、トークンやアイテムなんじゃないかなと思います。トークンについてですが、BNB チェーンでユーティリティートークンの翼 UT とガバナンストークンの翼 GT が発表されています。まだ翼 GT の使用用途の詳細や上場予定は発表されていません。次に NFT を見てみましょう。 NFT はゲーム内で使用する選手キャラクターカードです。今回はメタバースではなくブロックチェーンゲームということで、キャプテン翼の世界に加えてゲームを楽しいと思ってもらうためにNFT をプログラムによる自動生成のジェネラティブ NFT にしています。ジェネラティブ NFT だと NFT 一つ一つがそれぞれ違って、イラスト、必殺技、ムービー、BGM が組み合わさった世界に一つだけのオリジナル NFT になります。レアリティはコモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリーの5種類です。属性も力、速さ、技の3つがあります。バトルを有利に進めるためには選手 NFT のレベルアップが大事です。レベルは一定に到達すると必殺技スロット、サポートスロット、スキルスロットを解放することができるので、どう成長させるかで勝敗が決まります。ちなみにゲームプレイは無料なんですが、 NFT を持っていないと対戦ができないです。
でも NFT レンタル機能が実装予定とのことで、レンタルできればプレーを始められそうです。あとは選手 NFT はあくまでも選手をイメージしているので、疲労やリフレッシュという項目も用意されています。疲れるとトークン獲得量が減少したりするので、リフレッシュで回復させてあげましょう。最後にキャプテン翼リバイバルでの稼ぎ方ですけど、そこはこれまでのブロックチェーンゲームと大差ないみたいです。対戦に勝って報酬をもらうか、 NFT を取引するって感じですね。選手 NFT に関してはミントで新しい NFT を生むことはできるので、それを強化して売れば高値がつくかもしれません。今回はキャプテン翼リバイバルを紹介しました。はじめにもお伝えした通り、2022年10月18日に公式サイトと SNS がオープンしたばかりなので、情報が少ないという現状ではあります。ホワイトペーパーも順次公開がちらほらとある状態です。しかし大人気サッカー漫画の世界観が楽しめることや、アモニカや YGG が出資しているという期待感から、激アツプロジェクトといえます。今 NFT のギブアウェイが盛んに行われていますので、早めにチェックしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。